ノエル・エイ・クエバスは、プエルトリコのマナティ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシカゴカブス参加所属、2010年の MLB ドラフト21巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグドジャースで、プロデビュー。3試合に出場して打率、333を記録した。2011年は、 パイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズと、A 級乱直カモンがクエークスでプレーし、2球団合計で83試合に出場して打率。267、8本塁打、43打点、15盗塁を記録した。2012年は、ルーキー級アリゾナリーグ・ドジャース、ルーキー級オグデン、A 級、グレートレイクス・ルーンズでプレーし、 三球団合計で76試合に出場して打率。267、二本塁打、35打点、38盗塁を記録した。2013年は、A 級、乱直下門がでプレーし、123試合に出場して、打率。284、12本塁打、66打点、38盗塁を記録した。2014年は、 AAQ チャタヌーがルックアートでプレーし、百三十一試合に出場して打率、二百三十一七本塁打、四十四打点、六盗塁を記録した。二千十四年十二月十六日、十一月二十四日に行われた不安にカシオとのトレードの後日発表選手として、コロラドロッキーズへ移籍した。二千十五年は、参加の a a 級ニューブリテンロックキャッツでプレーし、 112試合に出場して打率、264、4本塁打、51打点、31盗塁を記録した。2016年は、AA 級ハートフォードヤードゴーツとトリプル A 級、アルバカーキアイソトープスでプレーし、2球団合計で94試合に出場して打率、296、3本塁打、35打点、8盗塁を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2017年は、トリプル A 級アルバカーキでプレーし、128試合に出場して打率。312、15本塁打、79打点、16、盗塁を記録した。オフの11月7日に40人枠入りした。2018年は開幕は、トリプル A 級アルバカーキで迎え、4月22日に、 メジャー初昇格を果たした。同日のシカゴカブス戦にて8番右翼手で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは75試合に出場して打率233日本類が10打点1盗塁を記録した。2019年9月3日に DF となり7日にマイナー契約となった。ありがとうございます。